はい、ということで、久しぶりの、YouTube 動画なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。実はですね、ちょっと僕もね、イメージチェンジ夏に向けて、髪を切ってみたんですけれども、どうですかね、似合ってますか。まあ、ちょっとなんか夏仕様な、感じでかなりバッサリ、いった感じなんですけれども、似合ってるなと思った方はぜひ高評価の方、よろしくお願いします。ということで、今日のレッスンなんですけれども、今日はですね、まあ、ワンコードの時ですね、今日はワンコードの時のアイディア、ということで、そのアイディアをですね、今日は紹介していければと、思っております。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい、じゃあですね、今日はまあ、ワンコード一発、コード一発の時の、まあ、ソロのアプローチということなんですが、まあ、今回はですね、まあ、分かりやすく Cm7、まあ、Cm でもいいですね、これがずっとバックで鳴ってる時に、どういう風に弾いていくと、まあ、いいかとか、あとは、まあ、マンネリしない方法は、何かっていうようなところをですね、今日は話をしていきたいと思います。まあ、大体多分ね、マイナー7っていうことがバックになってるっていうことだと、大体のギタリストの人は多分まあね、マイナーペンタトニック、考える人が多いんじゃないでしょうか。まあ、Cm7 なので Cm、 あとは5弦ルート、あとはオクターブ上、ここを弾く人が多いと思います。まあ、こんな感じで、感じで弾く人が多いと思うんですけれども、結構、まあ、ペンタトニックも、まあ、飽きちゃう人っていうか、まあ、マンネリしてくること結構多いんですよね。これ僕も結構あるんですけれども、マンネリすることが多いので、まあ、やっぱり何かしらスケールを変えたりとか、していくっていうことが、大事なのかなって、思います。で、僕がよくやるアイディアの、まあ、まず一つ目なんですけれども、コードトーンを、意識して弾いてみるっていうところですかね。まあ、これは割とちょっとジャズ的な考え方になると思うんですけれども、Cm7 のコードトーンっていうのは1度、ルート、単3度、完全5度、単7度っていうような、この4つの並びになっています。なので、6弦ルートでいくと、すみません、最後ちょっとペンタトニックっぽくなっちゃった。これだね。この並び。これ。あとは5弦ルートだと。これ。これをちょっと入れてあげると。まあ、またそのペンタプラスアルファっていうような考え方ができるのかなと思います。基本的にはでもマイナー7ってもうペンタトニックの音が、ほぼ入って、ほぼっていうか全部入ってるので、基本はマイナーペンタなんですけれどもね。なのでちょっと次、じゃあコードトーンを意識して弾いてみたいと思います。まあ、ほぼねペンタトニックなので、あんまペンタトニックとは変わりはないんですけれども、まあ、こういうコードトーンね、まあ、今ナインスちょっと入れましたけど、入れてあげると、まあ、ちょっとしたスイープみたいなフレーズになるので、かっこよくなると思います。こういうのね、こういうマイナー7のコードトーンだけを弾いて、スイープみたいな
構かっこよかったりするので、このフレーズおすすめですみたいな。結構おすすめですね。で続いてなんですけれども、続いてはちょっとスケールチェンジをしてあげるっていうことが大事かなと思います。まあマイナーセブンとしてまず一番最初に使えるスケールっていうのがドリアンスケールです、ドリアンスケールが、まあマイナーセブンでは使えるよっていう風な感じで覚えておくといいのかなと思います。マイナーペンタトニックスケールプラス、ナインスノートとサーティンスノートを入れた、スケールになります。こういうスケールの音になるので、ちょっと使える幅が広がってくるんですね。ちょっと弾いてみます。できるのでドリアンスケールおすすめです。ナインスとサーティンスの音が結構まあスパイスになってくると思うので、ぜひ入れていってみてください。で、最後なんですけれども、まあ、ずっとねワンコードなので、まあ、Cm7 がずっって鳴ってるわけなんですけれども、勝手にコードを変えちゃう、勝手にコード進行を作っちゃうっていうのが結構いいネタかなと思います。じゃあどうやってやるのかっていうと、勝手に2-5作っちゃうイメージ、こういう風なコードが鳴ってるってことを、頭の中で仮定して、2-5-1というか、その5番目のドミナントコードのスケールを弾いてみると意外とかっこよくなったりします。なので Cm7 が1と考えると、5度上の音っていうのが G7 なんですね。なので G7 に該当するスケール、まあミクソリディアンとか、あとはマイナーキーに行くこのドミナントモーションという動きになるので、このセブンスのところではまあもちろんね、なんだろう、 C のメロディックマイナーとか、あとは C のハーモニックマイナー、ハーモニックマイナーを使ってみたりとか、あとは G の、オルタードスケール、こういうオルタードスケールっぽいのを入れてみたりするとまたね、フレーズが変わってくるので、ちょっとチャレンジしてみてください。ちょっと俺もね弾いてみますね。最初はペンタで行くんですけれども、そのうち G7 のスケールを、G7 というか、ドミナントスケールを意識したフレーズをしていきたいと思います。はい、すいません、ちょうど動画の途中でですね、なんとこの今日使ってるのがこのボスの、ルーパーなんですけれども、このルーパーの電池が切れちゃって、いいところで終わっちゃったっていうところなので、まあ電池交換しますね。まあね、この電池交換してる間になんかね面白い話でもできればなと思うんですけれども、まあね、ギターってね奥が深いっすよね。本当に練習してもしてもなんか一歩進んで二歩下がるみたいな、もう僕も昔からね、もう早、14歳の時から始めて、今僕31歳なんですけれども、約15年ぐらい、ギターを始めて経過、してるんですけれども、なんかねなかなか未だに思うようなプレイできない時ありますからね。本当にライブとかやって、うわーライブめっちゃ失敗したみたいな、こうやって動画で偉そうなこと言ってますけど、まあなんでね、でもやっぱ一つ言えることって、なんだろうな、諦めないでずっと続けることっていうところがやっぱ一番僕は大事なんじゃないかなって思ってます。本当に
こうやってまあね、僕もありがたいことにこうやって長くね楽器を続けさせてもらってるわけなんだけれども、やっぱり続けてほしい、やめないでほしいかなと思います。そうするとやっぱね、何かしらおっとっとっと何かしらやっぱいいことも絶対あるだろうし、やっぱ続けることだと思いますよ。やっぱいくつになったとしてもね。なので僕も今後はね、しっかり、ちゃんと続けられていけるといいかなと思いますし、あとはね、ちゃんとこうやって、まあ、教えたりしている身ですので、これからねギターを楽しいって言ってくれる人とかを、もっとたくさん、楽しいところを広めていきたいなっていうふうには、思ってますのでね、これからもどうぞよろしくお願いしますなんつってね。はい、じゃあですね、はい、電池が復活しましたので、ちょっと弾いていきましょう。ピックあるかな。もうピックあるあるなんですね。いつもこのどこにピックをね、片付けたのかっていうので、だいたいピックが分かんなくなるっていう。置いてありました。最近ね、この間僕ちょっとツイッターでも言ったんですけれども、ジャズ3のこの黒にしたんですけれども、今ちょうどねマーシャルのアンプの上に置いてて、完全にカモフラージュされてたんで全く見えなかったんですけれども、気づいてよかった。なんかあれですよね、このジャズ3も赤と黒ちょっとなんか材質違いますよね。なんか弾き心地もそうだし音も全然違うんですけど、誰か知ってる人いたら、教えてください。はい、じゃあ、弾いていきましょう。オケ流れるかな。復活しました。これに合わせて、オルタードスケールとか、あとはそういう、まあ、ドミナントスケールと呼ばれるスケールをちょっと弾いていってみましょう。これ今G の、オルタードスケール。で最終的にはこの C マイナーの、まあドリアンとかペンタトニックスケールに持ってくるっていう考え方です。あ、ごめん、もう一回。メロディックマイナースケールを混ぜました。
感じで、弾いてみましたけれども、まあ、こんな感じにやってみてもいいと思います。で、一応ちょっと番外編なんですけど、最後この番外編は、まあ、あんまり、まあ、飛び道具的には使えてもいいんじゃないかなって思うやつなんですけれども、まあ、半音ずらし、必殺半音ずらしっていうような、風に俺は呼んでるんですけれども、まあ、さっきやったそのコードトーン、コードトーンね、このコードトーンを半音上げたところでも弾いてみる、ね、こういう風に半音上げたところでも弾いてみるんですけど、まあ、理論的に半音でぶつかるのってめっちゃもうタブーじゃないですか、音楽、理論上タブーなんですけれども、あえてぶつけてみるっていうところが、まあ、これの、まあ、ミソになってるんですけど、あのジャズギタリストとかの名前がちょうど今ど忘れしました、半音ずらしの、スケールアウトの達人ジョン・スコフィールド、そうジョン・スコとかもねよくやったりすると思うんですけれども、まあ、ちょっと聞いてみてください。まあ主にコードトーンみたいな、なんですけど、まあ、結構かっこよかったりするので、まあ、たまに飛び道具的にやってみてもいいかなと思います。やってんのか、あえてやってんのか、ただ音外してるだけなのかっていうのが分かんなくなっちゃうので、たまに持ってくるのがかっこいいと思います。感じに、やってみるといいんじゃないかなと思います。まあ今はね結構割とコードトーンとかペンタトニックとか、ドリアンとか、半音ずらしとか、あとは、メロディックマイナー、オルタドスケール今入れてみましたけれども、こんなような感じにやってみるといいんじゃないかなと思います。まあ実際にね、まあなかなかこの動画だと結構伝わりきらない部分があると思うので、まあ、もし実際にねもっと詳しく聞きたいっていう人はぜひ、下の概要欄の方から、レッスン申し込みということで、ご連絡をいただければと思います。そこで実際に会ってね詳しく、お話しすることもできるレッスンでお伝えすることもできますので、ご連絡いただければと思います。ということで、今回はねちょっとね電池が切れたりとかハプニングもありましたけれども、今回の動画は以上となります。Cマイナー、コード一発の時に使えるアイディア、マンネリにならないアイディア集ということで、いくつかのフレーズを紹介していきました。少しでもためになったなと思ったらぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとはぜひね、質問とか、コメントとか、なんか演奏下手くそすぎじゃねっていうのでも全然構いませんので、何かしらコメントいただけると僕も嬉しいです。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。